はい、どうも、ニック2と申します。マイポップゴーズ、やっていきましょう。まあ、このゲームはね、FNAF 公式のスピンオフゲームとなっております。まあ、ファンゲームですね、公認の。でね、僕あんまりね、ポップゴーズに関しての知識がなくて、なんか前作2個あんだよね。アーケードとグリーンなんだっけな。まあその程度の知識なんですけど、その前作2つのプロローグにあたる作品らしいです、今作は。これね、Steam で有料で買えるやつなんで、ぜひ皆さんも買って遊んでみてくださいということで、まあ、早速やっていきましょうかね。で、このゲーム日本語がないんで、途中途中普通に Google 翻訳通して、いろいろ自分で翻訳しながら手探りでやっていこうと思います。だから多少英語とか間違ってても許してほしい。どういうゲームかっていうと、なんかダークな育成ゲーらしい。もう今までの FNAF とは全く違うね。これクリックでいいのかな？あ、April 2023年3月だよね、April。4月だね。Could you go into the attic and fetch my old toolbox? It should be somewhere in the chest against the back wall. うん。まあ別にこんぐらいは通さなくても理解できそうだけど、後ろの壁にある壁のどこかにあるはずです。あ、これめっちゃイラスト調じゃん。いいな、こういうシンプルな方が僕は好きですね。あ、これ女の子かな。はい、あ、これ見たわ。チカ、なんかすげえ可愛いチカちゃん。で、これはトイボニーのマスクだね。なんかこのゲーム、Five Nights at Freddy's 1,2,3 をやった後にプレイしてくださいみたいな。まあ、プレイすることを推奨しますって書いてあったから、繋がってんのかな？でもなんかね、ポップゴーズはね、静止らしいんだよね。カノン。ま、いっか。これかな？マイポップゴーズ。書いてあるわ。マイポップゴーズってどういう意味？ 15 years earlier。15年前？ボニー。ボニー好きなのかな？はい。これなんだ？いろいろもしかしてクリックできる？いや、虫眼鏡ついてるところしか無理か？ハッピーバースデー。10歳か？Dear Bonnie, happy birthday. First of all, I'm so sorry that I'm not able to be with you today.I've been up to my niche in 何これ、 work but I ちょ、ごめん、読めねえわ。筆記体か。 I know you hate that excuse. I'm last hoping you'll forgive me. Once you open your present, hope you have a great day. Take care of mom and I'll hopefully see you next weekweak, dad. パパからか。来週またお会いしましょう。One week ってこと？ One week at Freddy's 始まった？え、開けていい？パパ、開けるよ？プレゼント。で、こん中に、今作の舞台となる、ポップゴーズが、入ってるね。フレディ・ファズベアーズ・ピッツァ。これ、フレッドベアだろ。これ。え、マイポップクローズ。え、ちょっと待って、めっちゃ多いわ。これ、熟読する。ちょっと待って。まあ、今映ってたフレッドベアが、フレッドベアを育成するようなゲームで、ボタンを押し続けないでください。彼はフレディの音楽を聴くでしょう。ちょっとね、読み取れない部分はあるんだけど、なんか、まあ、操作方法について書いてあって、まあ、一つは、これ、飲み物。飲み物左ボタン長押し。で、食べ物は右。調理したピザを与えると、なんか30% 減るみたいなゲージが。これなんだ？オプション？あ、これか。え、なんかすげえめちゃめちゃあるな。何これ？あ、やべ、なんか始まっちゃった気がする。大丈夫？ A guide for the campaign game mode。まだないのか。まあいいや、ちょっと手探りでまあ頑張ってやってきますわ。モード図。キャンペーン、ゲームズ。
キャンペーン。これマウスいらないのかな、もしかして。あ、いらないっぽいわ。あ、これで動かすんだ、矢印とか WASD で。じゃあキャンペーン OK。 で Day 1 Survivor Until GPM Difficulty Hunger Sasta Boa Dam。 多分上が、まあこれ難易度だよね。お腹の難易度、真ん中、ちょ、調べるか。乾きが多分この左の飲み物、やっちゃった。左の飲み物で、まあ一番下の退屈がピザなのかな。まあ一旦デイ1。あ、デイ2、あ、デイ2アンロックかかってるわ。まあデイ1からやりましょうか。OK。でれん。これは何なんだ？あ、なんかゲージが上がってってるけど。飲み物飲む？あ、減った減った減った。そういうこと？食べ物はこうやって焼いて、あ、ピザ焼いてからピザを食べるんだ。あ、あ、これで食うんだ。こ、食って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 、そうそうそう。で、かわいい、あ、喉乾いてた、喉乾いた。あ、そういうミニゲーム。はい、食べて食べて食べて。はい、喉乾いた、喉乾いた、喉乾いた。え、ちょ、焼こう焼こう焼こう。これ焼いてる時間もしかして、え、一番下のゲージがわかんない。一番下のゲージどうやってやんだ？で、ちょっとお腹空いてきてるから、まあ、食べて、食べて、で、喉乾くからね、あの、ピザ食べるとね。一番下のゲージどうしたらいいんだ、これ。あ、真ん中にいると下がってく。オッケーオッケー。何にもしないと下がってくのね。で、ちょっとピザ食べて、で、ちょっと飲んで、飲んで飲んで飲んで、で、ちょっとピザ焼こうか。そしたらね。で、ピザ焼いてると退屈な時間が登ってくるから、真ん中に行って、で、ちょっと減らして、ピザ食べて、で、喉乾くから飲んで、机に飲み物置けばいいのに、こいつは冷蔵庫に行って飲むことしか知らないんだね。で、これいつまでやんだろう。あ、上に2時半って書いてあるから、多分これ6時までやるんだ。原作同様。すげえ、こういうミニゲームなんだ。めっちゃ楽しいじゃん。ジャンプスケアとかはないのかな、もしかしたら。やけど、最初あの、始めた時のタイトルに、なんかちょっとした、びっくり要素あるけど、もうお前らは別に気にしないよね、みたいなことを書いてあったんだよね。まあ、その通りです。まあこのファイブナイツアットフレディーズというゲームはね、ホラーゲームと言いつつ、慣れてしまえばそんなどうってことないんですよね。まあ、とあるゲームを除いて。まあ、今4時なんで、もうあと2分か？どれくらいだろう、ゲーム時間。10秒で15分経つのかな？で、多分ピザは5枚までしか焼けないから、まあ、そんな焼かなくていい。まあ、暇さえあれば真ん中で、退屈をしのぐ。音楽聴いてね。退屈をしのぐといいのかな。で、ピザ焼いて。ピザ自分で焼いてんの可愛いな、これ。食べて、喉乾いて、もう5時だね。まあ、これで1日終わるな、普通に。この後まだなんかあんのか、それとも1週間これをやり続けるとか。まあ、今結構余裕あるからさ、まあ、ピザ食べて、食べた時のゲージとか全然気にしてないんだけど。あ、クリアした。やっぱ6時までだ。あ、てか6時 PM じゃん。 You win。 午後12時から、あ、なんか実績取得した。午後1時から6時までを生き残るのか。生き残るっつったらあれか、サバイバーアンティル6時 PM。コンプリーティングデイ2 will unlock デイ3 to random stickers。 ま、この調子でデイ2もやりましょうか。あ、今度喉の渇きと退屈するやつが上がりやすいのかな、ゲージもしかして。最初はピザ焼こうか、始まったら。あ、ほんとだ。喉の渇きがすごい上がってってる。一回ピザ全部作って、で、喉乾いたんで喉飲んで、あ飲み物飲んで、食べて、で、ちょっとここに真ん中に行って、ピザ1枚だけ焼こうかな、そしたら。はい。焼けなかったね。まあ、多分こうやってこまめにやってった方がいいんだろうね。けど、時間結構短いし、まあ、これくらいだったらなんとかなりそうだけどね。あー、結構喉乾きやすいね。まあ、今暑いからな、季節的に。季節的にもちょうどいいね、このゲーム。で、一回ピザ食べて、OK、楽しもう。まあ、ここは音楽を聴いてリラックスします。まあ、このマイポップゴーズっていうゲームすごい有名でさ、もうなんかフィギュアとかもできてるんだよね。公式の。フィギュアっつうかあの、あ、フィギュアか。なんかあの、ちっちゃいやつあんじゃん。
ちっちゃいやつ。それくらいなんか有名なファンゲームらしくて、それをスコットがなんかリリースしていいよみたいな感じでリリースされたっぽいんだよね、スチームで。まあ今年ね、FNAF10 周年ですから。これ投稿してるときはわかんないけど、FNAF はね、なんと8月8日で10周年を迎えました。おめでとうございます。まあ一旦喉乾いたからドリンク飲んで、で3時か。周りがさ、英語ばっかだとなんか自分の出てくる言葉もさ、ちょっと日本語チックな言葉が出てこなくて頭こんがらがっちゃうんだよね。これ年代的にはいつなんだろう。フレッドベアがいるってことは1985とかなのかな。もう4時か。結構ゲーム時間短いから簡単そうだけど、なんかゲームのレビューとかチラッと見たんだよ僕。そしたらこのゲームクソ難しいらしくて、なんか外国人がキレてたレビューでなんか面倒なゲーム性がなければ面白いゲームとか言ってたけど、それを確かめるために、この日本人のね、僕がこのゲームをやります。でもさ、これだけじゃないでしょ絶対。なんかあると思ってんだよな、裏要素的なものが。まあ、そこにFNAFの考察要素があるといいんだけど、なおいいんだけど、あと15分で終わるからもうこれ放置でいいか。ピザも食べ過ぎても良くないしね、フレディ。OK? 愉快なゲームだな。You win! Day 3。Day 4。2 random stickers。うん。まあ行こうか。あ、ハンガー1上がってる。でもハンガー1上がった程度でさ、難易度上がんないっしょ。クリア。まあなんかすげえこれやってるとたまごっち思い出すわ。僕たまごっち好きだったんだけどさ、すぐ飽きるからさよくうんこだらけになったりしてたんだよな。そんな話してる場合じゃなくて、もう Day 4ですよ。4日目からFNAFは難しくなるって言うけど、このゲームどうなんだろうな。難しくなる要素がさ、もうゲージが上がるぐらいしかないじゃん。別に飲み物を飲む時間が長くなるとかそういうのはないから、すごい単純でシンプルなゲームなんだけど、初代FNAFを思い出すな、こういう単純作業やってると。いやでもね、こういうシンプルなものがね、僕は一番好きなんだよね。間違えた、飲み物じゃん、危ねえまあなんか近代では、近代じゃねえや、僕最近はUCN ばっかやってるんだけど、ああいう忙しいゲームももちろん好きだよ。もちろん好きなんだけど、こういうシンプルなゲームはなんかたまに実家に帰ってやりたくなるような、そんな懐かしさも あって相まって好きですね。でピザこれ作れてないね。で飲み物がすげえ乾く。飲み物じゃねえや、喉。ちゃんと水飲んで、で楽しんでちゃんとこれなんだ、人間の三大欲求か。でも食欲2つあるなそれだと。あ、やべ、ピザなくなっちゃった。ピザ自分で焼いて、ほらご飯自分で作って、ほら。まあ多分これで終わるな。てんてん、オッケー。後ろにピザのマークあるね。 You win。 まあやっぱフレディ・ファスビアス・ピッツァって書いてあるから、ここピザ屋さんか。めっちゃ可愛いな。僕最近3D モデルの勉強しててさ、まあ、こういうの見るとこういうお店作りたくなるなってなるんだよね。はい。まあやっぱそうか、ボアダムが上がったね。え、コンプリーティング Day 5 will unlock Endless Day。 え、チャレンジ Days 2 toys skin 1 random sticker。 エンドレスモードとチャレンジモードが追加される。チャレンジ Days だから1個じゃないんだね。まあ、とりあえず5日目やりましょうか。まあ、これがファイブナイツです。ファイブナイツですってなんだ。このゲームあれだっけ？コントローラーでもできるんだっけ？なんかコントローラーでやろうかなって思ったけど。まあ、一応 PC で出たゲームなんで、キーボードでやってます。あ、やべえ、下のゲージめっちゃ早い、さっきと比べて。ほい、ちゃんと休んで。で、これ休み終わったらピザ2つ食べて、ピザ焼きたいけど喉が渇いてるな。まあ、やっぱ真ん中から左右っていくのは簡単だけど、端から端まで移動するの時間かかるから、まあ、そこもちゃんと考えていかなきゃダメだね。さっきも言ったけど。で、5個貯めて、
まあ、ここがピザを持てるマックスの量なんだけど、まあ、右のあの暖炉あるじゃん、あぶね、4つのあのピザのかけら、あのかけらが埋まらない限りは別に上限突破することはないから、やべえピザ焼けねえわ、まあ、ピザ焼きすぎるってことはないと思うんだよ。やべえお腹空いてる、ちょっと待って、ピザ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 2枚だけ、ほい、全部食べちゃったある分だけ全部食べる食いしん坊になっちゃったけど、一旦真ん中で休んで、でこれまたピザ2枚だけだな、まあ、ゲージが半分までいったらピザ2枚だけやって食べてを繰り返せばいいのかな。いやそれだとちょっと持たないか、ゲージ半分までいったらピザ2枚だけ作って食べ、いやこれ時間の無駄なんだよな、食べて飲んで、で真ん中で休んでを繰り返せばいいと思ってるんだけど、まずそうだなこれ、やばいか、あやべピザこれ作れてない、待って真ん中で一旦休んでピザ一瞬で作って、やべやべやべ、これ間に合わなくね、あ待ってピザが間に合わない、これ真ん中で休んでピザ間に合わねえ、いや死んだピザ死因ピザです、え4時か、え待ってこれきつい普通にきつい、なんか左上マークついてる、これなんだ、カスタマイズ、ええキモ、お前あフレ、あスコットお前ありがとな、マジで、あえノンキャノンって書いてある、カノン、あじゃあこれは静止じゃないのか、あプレイスヒア、あカスタマイズできるんだ、あそういうこと、いいねこれかわいい、いやお前ちょっと怖いからいいや、半分、今3時半だから、これあれだ、なんか既視感あると思ったらシスターロケーションの第4夜だ、あのミニリーナが登ってくるやつ、あの時も3分間だったし、これぐらいの緊張感あってやってたわこのヒリヒリ感がたまらねえんだ、だから僕はフナフが好きなんだ、はい、でこれ休んで半分まで休んで、はい、で右でピザを作る、ピザ焼いといてよ、で真ん中戻ってピザ2枚食べて、喉乾いてるから、あーぶねー今死んだと思った、で5時なんだよね、これ作って1枚だけ作って戻ってふっつって戻って、これまずいか、まずいかこれ、また死ぬか、やばい、あと15秒持ってくれ、頼む僕の命、いやピザ1枚だけでいい、あぶねー、喉が乾いてる、喉が乾いてる、喉が乾いてる、あ趣味やんなきゃ趣味やんなきゃ趣味やんなきゃ、イエーイてんすげえ最後慌ただしいな、 You win、 えマジ怖い、15 years later、 右上何、あ僕のマウスだびっくりしたマジで、ちょ心拍数が急上昇なんだけど、え Hey have you found it、 あったよ、あ床下、ボニー Yes sorry down in a secondもう一回行ってみるよみたいな感じ、ん、うん、びっくりした、マジでびっくりした、怖い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 、マイポップコースエンディング1、何個あんだよマジでビビったやめてくれ鳥肌立った、今日一人で寝られないよ、クリエイティッド&ディレクティッドバイケイン・カー・ケーターかな、まあちょっと一番最初なんで、あのエンディングゆっくり見ましょうプログラミング 2D アート、ピクセルアート、 3D アート、 3D アニメーション、 3D アニメーション、あーまあそうか、え 3D アニメーション、サウンドエフェクト、ミュージックバイ、パブリッシュバイ、プロデュースバイスコット・キャーさん、あクリック、あえこれクリックチームなの、あ知らなかった、さてこのエンディングなどになんかイラスト差し込まれたりするかな、しないかな、どっちかなかなあ終わった、びっくりした、音でかいんだよお前、エンドレス出てる